ぐるっと包み込む様子がとっても迫力がありますよね。ただ警戒心が強いマイワシたちは普段他の生き物に近いということはまずないんですが、この餌付けの時間だけは特別なようです。ですから餌を巻き終えてしまえばもうマイワシたちがライバーの元に集まることはなくなります。まずは前半マイワシへの餌付けをお楽しみいただきました。さあ、ただまだ餌の時間はこれだけでは終わりません。後半はマイワシの胃ももっと大きな生き物たちへと引き続きダイバーが餌を与えていきます。さあ、それではここで本日のダイバーをご紹介いたします。本日はセムラダイバーが魚たちへと餌を与えています。今早速 A の仲間にダイバーが餌を与えたようです。マダラとミエが餌を受け取っています。私、前田が餌付けの解説を行います。どうぞよろしくお願いします。さて、ダイバーが持ってきたバケツの中には魚の切り身やイカの切り身、切り分けていない丸ごと1匹の魚が入っています。海洋大水槽にはいろんな種類、いろんな大きさの生き物がいますので、餌の種類や大きさも様々です。近づいてきていました。ダイバーは生き物たちの動きに合わせながら餌を与えていきますので、現在ダイバーの姿は見えづらいというお客様申し訳ございません。直接見えない間はどうぞお近くのモニターをご利用ください。会場内のカメラでダイバーの様子を映しております。この時間、一番ダイバーの元に餌をねだりにやってくるのは、今餌を食べた菱形のトビエイと呼ばれるエイの仲間たちです。水槽には2種類いて、背中に白の水玉模様があるものがマダラトビエイ。マダラトビエイよりも体が小さく、背中に模様がないものはナルトビエイと言います。どちらのエイも外洋内水槽には毎日ダイバーが手渡して魚の切り身やイカの切り身などを与えているんです。海では砂の中にいるような硬い貝殻を持つ二枚貝が大好物です。そのため硬いものでも簡単に割れるように、口の中には平たく板状の歯を持っているんです。実はサメやエイの仲間は歯が一生生え変わり続けます。なので外洋内水槽の底の方を見てみると、サメやエイの歯が結構落ちていることがあります。大きなものですと歯にも存在感がありますので、ぜひ今日は皆様水槽底の方で生き物たちの歯を探してみてください。さて、セブラダイバーはというと水槽左側へとやってきました。右手に持っているのは丸ごと1匹の魚です。これは A にあげるわけではありません。ご覧くださいと言いたいところでしたが、2匹大きなサメが同時に近づいてきていましたので、セブラダイバーが一旦避けました。この丸ごと1匹の魚を食べることができる種類というのは水槽では限られています。大きなメスのシロアリが口を大きく開けていましたね。さあ、今度はタイミングが合いそうです。ご覧ください。なるほど、丸ごと1匹のブリの子供ヤズを受け取ったのはメスのシロアリというサメです。もう餌はありません。丸飲みにしました。さあ、続いてはオスのシロアリと餌を進めていましたが、こちらは受け取りませんでしたね。水槽にはオスが3匹、メスが2匹、全部で5匹、このシロワニというサメが暮らしています。体の長さは 2.5 メートルから3メートル近くあるサメです。シロワニたちへの餌は一口で丸飲みにできるサイズ、大体 3,40 センチほどの魚などをマリンバ
ワールドでは毎日ダイバーが手渡して与えているんです。さあ、今餌を与えていたのは丸い形のエイの仲間でしたね。口は下側、お腹側にあるので、お腹に向かってダイバーは餌を向けていました。ただこっちがまずは塩が見えの餌付けでダイバーは集中していないんです。先ほど餌のサイズは340センチとご紹介しました。体は大きなサメなんですが、大きなものを食べるタイプではないんです。口の中を見てみると、フォークのように鋭く尖った歯が並んでいます。普段から口が少し開いていて、歯の様子がとっても観察しやすいので、ぜひショーが終わった後、シロアリがガラス面を通れば口元をよく見てみてください。迫力のある鋭い歯がたくさん並んでいるんです。さあ、再びセフラダイバーは1匹の丸ごとの魚を取り出して、メスのシロアリへと向けます。ご注目、勢いよく受け取ります。早すぎて分かりづらいかもしれませんが、勢いよく餌を受け取るときは餌を逃すまいと、シロアリたちの顎が前へと飛び出してくるんです。このショーが終わった後にスロー映像でそのシロアリが餌を食べる瞬間の映像も流しますので、ぜひお時間のあるお客様はその様子もご覧ください。さあ、今度はというと、あれ、こんなに餌が口元にあるのに打って変わってこちらは口を開けません。シロアリの反応も様々です。ただどちらかというと今の反応の方が普通なんです。意外かもしれませんが、シロアリたち結構小食です。1日に30センチほどの魚を平均して最大1、2匹食べればもう満足してしまいます。ただ先ほど餌を受け取らなかったシロアリが気持ちが変わったのか、ぐるっとセフラダイバーを追いかけていましたね。急に食欲のスイッチが入ったり、急にお腹がいっぱいになったりするので、ダイバーはしばらくシロアリの動きは見ています。特に今日はメスのシロアリがお腹が空いているようです。どれも同じシロアリに見えるかもしれませんが、ダイバーはオス、メスだけではなく一匹一匹の個体を見分けています。こちらを受け取りそうです。メスのシロアリ、今度は足を受け取ったようです。最近は結構メスのシロアリの方がお腹が空いているようです。ただお腹が空いていない時は連続して何日も食べない日が続きます。長い時でなんと 4、5 ヶ月も餌を食べなかったシロアリがいるんです。それくらい食べなくても実はちゃんと生きていけます。厳しい海の世界では毎日餌に出会えるとは限りませんので、少ない餌でもしばらくは元気いっぱい生きていける体の作りをしています。ちなみにショーフェアで活躍をしている3メートルほど体の長さがあるパンのイルカたち、マリンワールドでは1日に1頭あたり大体10キロ近く餌を食べているでしょうか。そう考えると体の長さはシロアリと同じぐらいですが、魚類と哺乳類とでは全く餌の量が違うんです。ちなみにバリンワールドでは魚たちの餌は基本的には1日おきしか与えません。外洋内水槽では毎日ダイバーが潜って与える餌と、1日おきに上からまく餌と2通りあります。その2通りの餌の与え方で大体魚たちのお腹はいつも満たされているんです。逆に餌の与えすぎというのはあまり体には良くありません。さあ、ここでセフラダイバーは丸いエイに餌を与えようとしていましたが、ちょっとタイミングが合わなかったようです。この外洋内水槽には最初ダイバーがしっかりと餌を与えていたひし形のトビエの仲間たちと、丸いフライパンのような形をしたエイたちが暮らしています。どちらも
も A の仲間ではありますが、ひし形のトビエへは毎日ダイバーが手渡しで、バーディータイプの A たちは上からまく餌を普段食べています。さあ、ここでオスのシロワニに餌を進めていましたが、全く口を開けませんでしたよね。ここまで餌を進められても食べないということは、今日はそんなにお腹が空いていない証拠です。餌の与えすぎも体には良くないんですが、与えなさすぎももちろん良くはありません。お腹が空いてしまえば、生き物たちは周りの魚を襲って食べるんです。もちろん海ではそれが当たり前ですが、水槽で襲い合いが頻繁に起きると、いろんな生き物たちはどんどんいなくなってしまいます。ただ餌をしっかりと与えておけば、水槽内の襲い合いというのはほとんどなくなっていくんです。全くないとまでは言い切れないんですが、この餌付けの時間が水槽の中の平和を保っています。さあ、オスのシロワニに先ほどから餌を進めますが、あ、こちらは受け取ったようです。中はやや強引ではありましたが、飲み込んでいきました。さあ、誰かが持ってきた餌を全て与え終えるので、この後も餌付けを行いますが、そろそろマイクを通しての解説は終了の時間です。引き続きお時間に余裕があるお客様は、餌がなくなるまでこの後も餌付けの様子もお楽しみください。それでは本日の餌付けの時間、イワシ隊員はこの辺りで終了です。皆様、最後までありがとうございました。
ですから、延長中。